アブドゥッター2世第3気候師団はヨルダン陸軍の気候師団である。1969年に編成され、2018年に非活性化された。ヨルダン陸軍の戦略予備として、首都アンマン北東のザルカと南のカトラネ間に展開していた。このうちカトラネは視界国士沿いの進行経路に対する戦略的要衝となっていたことから、霊カの 第40機構旅団が駐屯していたアメリカ合衆国の軍事アナリストであるケネス・ m ポラックは2002年に1948年から1956年の期間中アラブ軍団は他のアラブ諸国軍よりはるかに優秀だったと評しており敵対するイスラエルは最大の脅威と捉えていたしかし1956年以降 ヨルダン軍の能力が低下し始めた中においても、第3気候師団霊下では、第40気候旅団が高い連動を維持しており、1973年の第4次中東戦争では、同旅団が、ラン高原戦線に派遣されて、シリア軍を支援し、イスラエル軍との戦闘で重要な役割を果たした。1992年1月に、アブドゥッター2世国王が、 同旅団霊下の第二王立気候大隊の大隊長に就任し、1993年には大佐となった。2018年には部隊改編に伴い、師団司令部と霊下の第91王立気候旅団が非活性化され、第40及び第60気候旅団等がヨルダン中央軍団霊下に編入された。ありがとうございます。